はい、どうも高尾です。今回の動画なんですが、グースキー、そちらの、機体が、まあ、S2 と RS4 になってるんですが、なんと S1 の方がね、ついに発売されるということなので、それを、ネタに動画にしてみました。まずこのスペック表から読み解いていきましょうか。ボディの長さ、まあ長、本当の長さですね、全長、278mm、ボディの高さ、全高ですね、88mm、メインローターの直径が 290mm、テールローターの直径が 53mm、フライト時間が8分ですね。まあそうですね、8分ですと OMP ホビーの、M1 よりちょっとだけ長い気がします。そして、テイクオフウェイト、まあ、フライトできる状態ということで、バッテリー込みで、107g、 惜しい、あと 7g。 この 7g なんですけど、この機体の大きさになるともう 1mm0.5mm を、5g を削るだけで相当大変なことになりますんでね。これスキッと外したらいけちゃうかなとか、テールブームに穴開けまくったらいけるかなとか、ボディに穴開けまくったらできるかな、で 100g 切れるかなという感じになってます。まあなかなかね難しいとは思うんですけど、まあ S0 に期待しましょうか。まあそんなことでね、まあグースキーシリーズ結構ねぶっ飛びますんでね、まあ飛んでる動画も見てんですが、まあいい感じに飛んでましたね。小型機とは思えないほどのド安定さ、こちらの方、期待できると思います。そして、色なんですが、色は、グリーンとピンクと白、まあ、いつものカラーリングですね、こちらの方になっております。まあ小さい機体ですけど、この、まあ、白はね飛ばしたことないんで何とも言えないんですけど、まあピンクと、グリーンイエロー、グリーンイエローってやつですかね、レモンイエロー、こちらの方はねかなり見やすいんで、まあ問題なく飛ばせると思います。はい、動画いかがでしたでしょうか。発売時期はねまだ分かりませんが、この S1 に関しては発売体系がもしかしたら変わるかもしれません。まあお手軽に知りられたらいいかもしれませんね。それでは失礼します。